った要素になりました。さあそれでは今日の試合ですが、ハイライトで振り返っていきましょう。松葉とそして柳というこの両投手の先発で、まず1回の表、松葉のこの先頭打者強打のセンターフライ、ワンアウトを取りました。そして荒木のショートゴロ、これで2アウト。そして大島ピッチャーゴロで、まあ、完璧な立ち上がりを見せました。躍動感がありました。一方はルーキーの柳、まあ、プロ初勝利を手にしようというこのスタートになります。1回はマレーロ三振、足立三振、中島サードファールフライ、ここもいいスタートを切りました。そしてゲームは4回の表に入りますが、先頭の荒木、これがライトへのスリーベースヒットになります。確かにファールになるかなという追い方、これがまあスリーベースにしてしまったんですが、ランナー3塁。ただここから村上さん、松葉、そうなんですよね、1点を仕方ないというね、開き直りですよね、はい、ここはね、まあ、本当にまっすぐも走ってましたし、はい、もう気持ちがね、たまに乗ってましたよね。大島、ビシエド、ゲレーロ、連続三振ですね、はい、そうすると打線の援護ということで4回の裏になりますが、この回先頭のマレーロ打った瞬間でした。これは第1号のホームランです。これで先制です。1点を取りました。笑顔でダイヤモンドに集中しました。さあそして2対0の後に今度は7回になりますが、大島を打ち取ったビシエドにホームラン、第11号のホームランです。悔しい結果になりました。2対1、1本で終わればよかったんですよね。そうなんですよね、ところがゲレーロにも第17号のホームランが出ます。まあ、これで2対2、同点に追いつかれました。でこれで、まあ、まだ同点だったんですが、藤井に打たれるんですね。いかんという表情の福田監督でした。で藤井がサードに行って、ピッチャーは変わっています。今度代打の亀沢ですが、これ粘りながらしつこく持っていったということですよね。これで、はい、ね、勝ち越し3対2、中日リードに変わりました。しかし8回の裏になります。先頭バッターの代打の西野、状態が非常にいいんです。そしてこの打った打球がワンバウンドしてスタンドに入りました。ということで、まあ、エンタイトルツーベース、グランドルールダブルになります。ノーアウトランナーはセカンド。でこの後マレーロを出してしまっての二塁一塁で柳降板です。まあ伊藤の失礼、足立のバントもありました。で三塁二塁というところで変わった伊藤がこの中島に打たれます。ツーストライクとね、追い込まれながらのとこですからね、一歩引いたところで反対方向に打っていった、ナイスバッティングですよね。ですよね、はい、これで4対3の逆転でした。中島がいい仕事をしました。まあ、その後も、まあ、福谷の犠牲フライに1点が入って5対3、そして最後は平野が出てきてしっかりと抑えてくれました。結局5対3で今日も勝って2連勝ということになりました。さあそして福田監督のインタビューです。放送席